女に向かって穴呼ばわりだなんて、あなたも相当な男ね。そういう言葉のトラップ的なことを仕掛けてくるのやめてもらえる？童貞は黙ってなさい。あら、違ったかしら。あなたって確か童貞だったはずよね。失礼なこと言わないでください。ちなみに私も処女だから黙ってみたわ。そんな情報いりません。下着くらいで大騒ぎするなんて、全くお子様だこと。じゃあ那須原さんはお兄ちゃんに下着を取り込まれても平気なんですか？平気よ。おい、そこの童貞の変態さん。僕のことだよね。さあ、私の下着を取り込んで頭から被るといいわ。いや、何を言ってるのか理解不能なんだけど。知りたい？うんうん。じゃあ手を貸してちょうだい。手？何してんの？3秒ルールのデモンストレーション。な、3秒ルールってあるか！いくらローカルルールだって。で、感想は？すげえ柔らかかったって何言わせるの。若く健康な肉体を持て余した私も、夜な夜なそのほてった体をぬいぐるみに押し付けて自らを慰めているとしても。ちょっと待った、嫌な予感がする。その先は何も言わないで。わかりやすく言うと、私は毎晩ぬいぐるみを使って。うわあ、そんなぶっちゃけ説明いらないから。そうなんですか。じゃあ行くわよ。おかしいわね、全然泡立たないわ。姫の小路さん、あなた何日お風呂に入ってないの？ちゃんと毎日入ってます。朝シャンだってしてます。那須原さん、アリサの水着のことだけど。猫だ。私のことはアニャと呼びなさいって何度言えばわかるのよ。いや、いくらなんでもあざとすぎるでしょう、それは。にゃー、そんなこと言わないでほしいね。アリサ、こういう場所は苦手です。だな、それがいい。もう、さっきから何ですか。私じゃないわ。じゃあ誰の声だって言うんだい。耳を澄ませてごらんなさい。ところで、ピクニックに行くのは来週の週末でいいかしら。まだ引っ張ってたんだ、その話。まあ週末なら別にいいけど。そう、これでも行かないと言ったら、あなたのトランクスを全て私の使用済み下着に取り替えておこうと思ったのだけれど、手間が省けてよかったわ。それは何よりだね、お互いに。分かったよ、手伝うよ片付け。そう、じゃあ見返りとして私の体を。遠慮しときます、この私に対して。もうやりたい放題なのに後悔しないのかしら。うん、しないと思うよ。ん？そうなの。こういうやり方では効果がないのね。私はこの屈辱に対して相応の報復をすることをここに宣言するわ。報復？暑いわね。そうかな、ちょうどいいくらいだと思うけど。いいえ、暑いわ、汗ばんできているもの。これはもう服を脱ぐしかないわ。うわあ、待って待って、暑いなら窓を開ければいいんじゃない。何してる。何をしているのかしら、アッキー。え、それはこっちのセリフ。目を閉じて口を閉じてじっとしていろと言ったのに、なぜ目を開けて口も開けて身動きしているのかしら。どうぞ、那須原さん。ごっくり。那須原さん？ええ。それじゃあ立つよ。よっ。なんか妙に後頭部が。なるほど、分かったわ。使用済みの下着でないと嬉しくもなんともないというわけね。は？さすが女を穴呼ばわりする変態だけのことはあるわ。はあ。待っていなさい、
今脱ぎたてのほやほやをあげるから。それとも自分で脱がせたい？いや、あのね、ダメです。お兄ちゃんは私の脱ぎたてでハーハーするんです。これで僕の仕事も終わりかな。そろそろ失礼するよ。童貞ね。え？あまりの童貞発言にめまいがするほどよ。この狭い部屋に男と女が二人きりだというのに、何もせずに帰るなどという選択肢を選ぶ生物はこの地球上に唯一童貞だけだわ。童貞をまるで絶滅危惧種みたいに。屈辱だわ。ほらほら、ナサハラさん、ちょっとしたストーカーだよそれじゃ。失礼ね。私を犯罪者呼ばわりするといずれ名誉毀損で訴えることになるわよ。私はただアリサさんのお風呂シーンを撮影したり、着ていた服をクンカクンカしたり、愛の言葉を綴ったメールを1日あたり100通ほど送ったりしたいだけ。うん、確かにいずれ法廷に立つことになるだろうね。僕じゃなくて君が。何ですか？何がかしら。変な声を出さないでくれたまえ。びっくりするじゃないか。私、他に誰がいるんで。空耳じゃないかしら。いや、さすがに無理があるな。それはお茶菓子でも持ってこようか。私はこれをいただくわ。カバンにバナナ丸ごとって斬新なおやつだな。さらにこれを使うわ。ああ、これはお約束の予感。つまりこういうことよ。食べ物で遊んじゃいけません。おいしいわ。って普通に食べちゃったよ。いただきますの前に一つ決めなくてはならないことがあるわ。決めなくてはならないこと？何のことだい？今夜は誰が隣に座るかを。誰が彼の意地汚い食いしん坊のお口にあんをするのか。なるほど。確かにそれは重要なことだね。はい、できたよ。報告するふりをして私のスカートの中を覗こうとしてるわね。いや、全くそんなつもりはないんだけど。ええ、あなたがもはやこの程度の刺激では興奮しない変態だということくらい分かっているわ。そんなことより、とうとう私の部屋が完成したわね。あれ、そういえば飾らなくていいの？ぬいぐるみ。今日は下着なしで一日を過ごすしか。アリサさんと声。あ、背に腹は変えられないわね。待て、アリサさん、今行くわ。なんとも言えない感覚ね。ええ、アナスタシアのアナ人形よ。そこで区切らないで、続けて発音して。実際に穴も開いてるわ。ええ、あ、何を勘違いしているのかしら。パペットとして手を入れるための穴のことよ。そうなんだ、それなら安心。さあ入れてごらんなさい。そんな開かれ方されちゃ入れられないよ。別に私だってあなたと一緒にピクニックに行きたいわけじゃないんだからね。ちょっと、いきなり何。これはいわゆるツンデレというものよ。自分の主張を前面に押し出すのが苦手で、周りの空気を必要以上に読んでしまう。そんな国民性を持っている日本人にとってツンデレは一種の国民病とでも言うべきものなんだわ。ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。って言ったよ。うつむいてボソボソ喋られてもわからないわ。あなた、私とコミュニケーション取る気があるの？童貞、童貞だよ。何度も言わせないでくれよ。え、ごめんなさい、よく聞こえなかった。いや、さすがにそれは嘘だろう。今のはめちゃくちゃはっきり聞こえたはずだ。私はなぜか緊張して